皆さんこんにちは。私は公益社団法人日本青年会所で2019年度会頭の職をお預かりをしております鎌田武明でございます。本日は公益社団法人坂田青年会所若野浩二理事長をお招きいたしましてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは理事長、自己紹介をお願いします。はい、私は公益社団法人坂田青年会議所本年度理事長を務めております若村浩二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速お伺いしていきたいんですけれども、現在のですね、坂田自身の状況を教えていただけますか。はい、現在ですね、今年は68名のメンバーでスタートしております。年々やはり会員数は減っております。状況としてはですね、ロムのやはり理事メンバーですね、常任メンバーというのがですね、なかなかなり手が少なくなってきたというのと、入会年度もやはり 2,3 年して卒業するという方が非常に多いということで、常任を張れるようなメンバーが年々少なくなってきているという弱みがここ 2,3 年続くかなという予想されている状況です。なるほどね。拡大的にはどうなんですか。今年度は、30名の拡大を目指して、今現在22名ほど入っております。すごいですね。7月までにはまず30名入れて、100名の、体制には近づけたいなとは思っております。なるほど。近年の傾向としてはどんな感じなんですか。過去にはこの拡大で日本一を取った過去もありますけれども、そうですか。もう今は全然普通の拡大に対しては普通のロムですので、一度ですね、見直してですね、ロムの地固めをする年だということでメンバーには伝えております。なるほど。その5年前に比べてどういう傾向なんでしょうか。はい、5年前ですね、120名平均おりましたけれども、はい、やはり50年生まれの方が卒業生多かったので、20人とか10何人という卒業生がわさっと卒業しましたので、で現在68名のスタートです。なるほど。ですので、ね、今までやりたいことが当たり前にできたんですけれども、やりづらくなってきたっていう。なので、まず元の人数にしっかり戻して、教育をかけましょうって、そんな1年にしましょうということで、今年は進めております。なるほどね。まあ、それは確かに難しい状況ではありますね。いや、まずですね、よく組織での話をすると申し上げているのが、要は 20% メンバー変わったんです。組織を変えた方がいいんですよっていう話なんですね。で、なんでかっていうと、例えば100人いたロムで70人になってます、80人になってますって言ったら、まあおっしゃる通り、同じことってできないんですよね。で、その時に同じ組織を取るとどうなるかっていうと、すごい苦しくなるんです。そうですね。で、例えばその理事メンバーとかの負担がすごく大きくなって、はい、そうすると、さらに理事になる人が減ってっていう、こう悪循環が始まってくるんです。はい、でもともと、考えてみたらってこと、もともとですね、その JC って、0人から始まってるわけです。はい、言うまでもなくですね。で、チャーターが何人いらっしゃったかわかんないけれども、そのチャーターがそのいきなり100人もいるものなんてないので、初めは多分30人とか40人とかぐらいだったんですよ。そのぐらいで始まってるはずなんですよ。はい、で、その時、そんな組織でしたかみたいな話なんです、はい、でだんだん増えるごとにこう組織が変わっていって、そういう状態になったんでしょうけれども、それからまた減ってるんだから同じじゃダメなんですよね、はい、本当。なのになぜかこう、過去の栄光が忘れられないっていうとあれですけれども、言い過ぎかもしれませんけれども、はい、同じ組織を取るとまだ苦しくなるっていうのは、大体どこの論文もですね、最近起こっていることなんです。はい、もう一つはその在籍人数の問題ですね。在籍人数が短くなってます。はい、で短くなるとですね、在籍人数が短くなると、当然経験がないわけなので、はい、できることが少ないわけです。できることが少ないのに、前と同じようにしようとするので、さらに苦しくなると、はい、で。そうすると、例えば過去に70人いた状態と今の70人の状態って、実は状況がちょっと結構違うんです。メンバー数は変わってなくても中身が違うので、はい、経験年数の浅い人ばっかりになると、やっぱりできることっていうのは変わってくるので、やっぱりそのメンバーを見てできることとやることと組織を考えないと、大体なんかどんどんおかしくなっていくっていう、はい、
まあ、そういう現象が結構全国で起きてるなっていう感じがします、ね、はい、なのでまあ、やっぱりそこから見直していくっていうのが、まあ、一つ重要なことなんじゃないかなというふうに思います、はい、とはいえなかなかねこう去年やってたことやらないとかこう難しいところがあるんですよね。なので、やっぱりそういう意味では私は現役の理事長さん一番期待してまして、はい、現役の理事長さんが白黒つけてあげるべきだと思うんです、はい、もう次年度を引き継ぐときにいやこれやんなくていいんじゃないとか、はい、ね、あれ変えた方がいいよとかっていうのは、はい、まあ、次年度がそれを決めることかもしれませんけど、まあ、なかなかそういう決断をね、次年度一人に押し付けるというのはこれはなかなか大変なことなんですね。なのでそこはやっぱりこういわゆる直前となる現役理事長がこうバサバサと切り落としていただきたいなというふうに私はこう大いに期待をしております。なるほど。でもまあ本当にね、こうまあでもあえて言うならばですね、そのまあ経験年数が短くてもできる JC をやるっていうのも一つの考え方だと思いますし、はい、それを効率がアップしてるからいいんじゃないかなっていう、はい、考え方もあるわけですね。ですね。なので、まあ、両面で考えてやっていただければいいかなと思います。じゃあ話はちょっと変わるんですけれども、はい、ロムの今年のメイン事業っていうのはどういうものがありました、はい、今年は、まあ、継続でやってる酒田祭りというのがございます、うん、で酒田祭りというのは、まあ、410年続いてるお祭りなんですけれども、そこで立山鉾っていう 22.36m の山車があるんです、はい、それは昔から引かれ町中の人間に引かれてたんですけど、うん、電線明治時代の電線によってその山車を引くことができなくなり、その歴史が途絶えたんですよ、うん、山鉾を引くっていう、はい、だそれを我々の先輩が復活させたんです、山鉾を制作して。で今は短い距離ですけども 100m から 150m ぐらいの距離は看板信号機のですね、ちょっと撤去してこう巡行するということが今できております。すごいですね。で昨年からですね、やっと道路の上で出汁を引くことが可能になって、今年も5月20日に、はい、皆様のおかげでこう出汁を巡行することができたという。なるほど。ほう、すごい人が集まりそうですね。大体20万人ぐらいが、来るお祭りなんですけども、やはりこの祭りにかかるこの精神的、肉体的なものですね、担当者も相当大変なんですね。で今年からですね、いろんなこう市民参加参加ってずっと言ってたんですけど、なかなか参加しきれず、うん、JC メンバーに対するこの負荷が、ね、あまりにも大きすぎたんです、ね、うん、なんで一つなんですかね、祭り塾というのがございます、はい、地域の学生とかですね、うん、子どもたちを集めて、パレードに参加させるんですね、はい、踊りを教えてです ね、 いいですね。その塾をまず今年ようやく6年続けたんですけども、一人で脱出することができたんですね。うーん、いいですね。CC からやっと外れて一人で頑張ってくださいねというような状況を今年作れた、はい、ということがまず第一弾 の、 進歩かなと思っております。素晴らしいですね。でもまあそういうこう一つ引き渡したっていう実績ができたのが非常に大きいことですね。そうですね。ね、そのまあ継続事業って、まあ、どこでも難しい話だと思うんですけれども、まあ、ポイントはそのどうやってこう引き渡していくかっていうこともこう、まあ、大事なんですけど、その前段としてですね、やっぱりそのどうやってより効率よく運営するかっていうのを考える必要があると思うんです、ね、はい、で、まあ、JC って単年度制の良くないところで毎年の延長ってすごい頑張るわけです、はい、すごい頑張って去年よりいいものを作ろうとかって思って、はい、事業をどんどんでかくしていく傾向があるんですね。で、まあ、その年はその人だったからできるんですけど、はい、次の年になると、まあ、人が変わったらできないみたいな。だからやっぱりそのどっかで効率化する年を置いたりしないと、はい、巨大化していって、でかつなんで市民に引き渡せないかっていうと、要はマニュアル化されてないわけです、はい、なんですよね。で効率化されてない、マニュアル化されてないから、あ、じゃあこれ来年からやってくださいって言うとどうやってっていう話になっちゃうんですよ。だから別にやる人はいないっていうよりは、やっぱりその JC の事業の
良くないところっていうか、ちゃんとこう議案書いてやってるはずなのに、はい、意外とそのちゃんとどうやってやるのかっていうことが書かれてなかったり、はい、残されてなかったり、はい、まあ、そういう部分も結構あるなと思うので、はい、やっぱそういう時はやっぱりその議案なりをこうちゃんと詰めていくとかですね、はい、再現できるようにやっていくとかですね、はい、まあ、そういうのはまあ結構一つあるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、じゃないと、まあ、やっぱりその、まあ、もちろん毎年新しくてやりたいっていうのはいいことなんだけど担当委員長が毎年毎年こうなんかやりたがるんですけども、今年はそこに歯止めをかけて、うん、祭りのテーマを継続にしたんですよ。おお、なるほど。継続というのはもう来年も再来年もずっと続けれるような状態を作りなさい。あ、素晴らしいですね。なので目立つことは一切するなと言ったんですよ。ああ、いいですね、うん、その通りだと思いますね。なるほど。継続できる、まず今年終わったので2020年度につなげれるような更新で進めなさいということで、実はクラウドファンディングも行って、子供たちの祭り衣装の衣装代を集めたんですよ、はい、なぜかというと祭りに 出たくても、ね、衣装を持ってなくて出れない子供たちだらけなんです。なのでまずは集まったお金で70人分の子供たちの衣装を購入して、はい、その20メーターの山鉾をこう引かせたっていう。なるほど。でこの衣装はもうずっと存続しますので、ちょっとずつ増やしていって200人300人っていう子供たちのことをどん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 ストックしていって、いいですね、素晴らしいです。小さいうちにその刺激を与えてですか、祭りに対して地元に対してですね、そんなことをですね今年は企んで、そこは成功できたのでよかったですね。素晴らしいですね。いや、まさに今、ね、各地の継続事業に求められているのはそういうことだと思いますね、はい、もっと効率化して、で効率化すると何ができるかっていうと、要は余ったリソースでその、まあ、やりたい運動発信とか、ね、はい、できるじゃないですか。だからやっぱそっち側に力割いた方がいいと思うんですよ、はい、まあね、言ってももう出来上がったお祭りはそれ以上その運動としての効果はないわけですよね、そこにいくら力入れても、うん、まあ多少来る人が増えるかなぐらいの、うん、話にしかなんないんだけど、なるほど。いやでもさすがですね、それは素晴らしい取り組みだと思う、まあ、そういう意味ではこう、まあ、そういう負担がちょっとずつ軽くなって、はい、でまあ、メンバーが増えることができれば、うん、また新しいことができるようになる、ね、素晴らしいですね。一番嫌なのは坂田青年会議所が祭り団体と漏れるのが一番嫌なんですよ。ああ嫌ですね。なんでね、まあ、断るごとに、祭り団体ではございませんとは言いますけど。いやでもそれ大事ですよ、やっぱり理事長の口からそれを言うっていう、お祭り団体じゃねえっつって言ってるんですけどね。いやそれは素晴らしいことだと思いますね、はい、やっぱりなかなか勇気を持ってそれを言えない理事長も多いと思う。みんな好きだってなんか思わなきゃいけないような状況もあったんですね、うん、でも違うだろうと思ってですね、それは。いや本当ある理事長がおっしゃってて、ね、俺たちは地域が好きなのであって祭りが好きなんじゃねえぞっていう、まさにそうだなと思うね、どっちが大事なんだっていう話ですよね、なんかあくまでも祭りを通してっていうのを忘れないようにですね、うん、素晴らしいですね。なるほど。まあ、話はちょっと変わるんですけれども、はい、まあ、そのロムの中の人材育成というのはどういうことをされているんでしょうか。ですね、普段だと大体2月の例会に、はい、まあ、どの地域もそうだと思うんですけど、拡大の例会を入れる傾向があるんですね。お2月とか3月に。確かに多いですね。でまず拡大モードを作っていくっていうのが、はい、結構他のロムも多いんですけども、うん、今年やったのはですね、2月にまずはメンバー全員のパワーアップを図ろうということで、はい、メンタル面をですね、こう活性化させるようなセミナーを行ったんですよ。なるほど。なんでそこからちょっと路線が今年はちょっと違うんですけども、うん、いつも坂田青年会所で2月というと拡大例会で講師呼んで拡大やるぞーというようなモードに持ってってたんですけども、うん、今年はあえてそれをしておりません。まずは我々のパワーがない限り拡大なんかできませんし、そうですね、知識もなければできませんし、ね、はい、なのでまずは身内の力をつけましょうという例会に2月を持ってったというスタートなんです。いや面白いですね。いやそれは本当に大事なことですね、うん、やっぱ、ね、こう
メンバーが辛そうな顔してる団体に誰が入りたいのかって、うお今日も GC でしんどいぜみたいな、そんな団体に誰も入りたくないかなって、ね、おっしゃる通りですね。なるほど。こう新入会員、まあ、今年も、まあ、結構増やされてるということですけど、新入会員に対してはなんかどう特別なトレーニングとかあるんでしょうか。新入会員のトレーニングこれからスタートするんですけれども、まあ、普通の入場式であって、うん、あと理事長私が講和するっていうのと、あとまあ例会に参加するというのはまず条件ですね。それをクリアしてから初めてバッジもらえますので。あ、なるほど、はい、そうなんですね。あ、じゃあその仮入会みたいな感じで。そうですね。と同時に祭りの出汁作るときに手伝いに来いって言ってた、うん、そこでこう作業しながら先輩がだから実施はこうだよ、ああだよっていうのをずっと講義受けてますんで。なるほど、ね、なんでいい塾になってるんですよね、祭りの出汁を作る場なんですから。なるほど、そこを利用しております。なるほど、それは非常に興味深いですね。やっぱりその、まあ、在籍年数が短くなってるっていうのもあって、やっぱいかにいい GC を早く作るかっていうテーマになってると思う。早いですね。で、まあとはいえ結構簡単なことではなくて、うん、一番やっぱりその いい方法は座学、まあ、座学で教えたって GC に伝わるもんじゃないので、まあ、伝わるもんじゃないっていうか、座学で分からなきゃいけないことっていうのはごくごくわずかだと思います、はい、やっぱ実践で学んでいくっていうものだと思う。そういう意味ではまあそういう夏祭りの場で先輩が伝えてくれる、それは非常に、ね、あ、素晴らしい仕組みです。そうですね。なるほど。そうですか。そのお祭り事業自体はやっぱりもう全員でやるみたいな感じで。全員ですかね。ああ、なるほど。全員でやっても足りないぐらいなんですけどね。まあそれはそうですね。いろんな人から協力してもらってるんですけど。いや、山口県の、旧大堀市、まあ、大堀駅のあたりですね、はい、あるロゴがあってですね、はい、そこは13人しかいないんですよ。でかいお祭りを3つ主催してる。あ、すごいですね。で、え、13人ってそんなのできるんですかって言うと、要はもう JC はリーダーしかやらないんだっていう話なんですよ、はい、で、こう、町の人がみんな助けてくれて、はい、で、その頭に立ってやっぱ計画立てたり、はい、その、まあ、リソースを割り振ったりっていう風にことに今特化してるっていう、はい、だからできるんだって、うん、ああ、なるほどねっていう。なので、まあ、その13人しかいないけど、まあ、13人みんながこう理事長みたいなものみたいなことなんですね、うんうん、ああなるほどなっていう。そうですね。でまあそれもそれで一つの自身のあり方なのかなと私は思うんですよね、うん、まあ、単にその人数だけを売るものも多分ないしですね、はい、まあ町によってはその、ね、まあ、若者の数自体が少なかったりするのです、ね、はい、まあ、そうするとやっぱりその何百人もなるってことは考えられない、うん、まあ、いかにそのメンバーの質を高めていくか、はい、そうすると、まあ、そこに憧れて入るような人が増えてくるっていう、まあ、そういうふうになると、まあ、割とその、そのもう人数は少ないけど、ずっとこう、十何人を維持し続けるね、そういうふうな状態になるのかなと思いました、はい、まあ、本当に、多分転換点に今、まさに立たれているところで、そこで、まあ、やっぱり継続っていうチャレンジをされている、いや、素晴らしい。リーダーシップだなという感じさせていただきました、はい、いや今日は本当にありがとうございました。未来のために強くなる、やりましょう。